デュッセルスハイム・アム・マインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールゲイラウ軍最大の市で、ヘッセン州で10番目に大きな都市である。本市は、フランクフルト都市圏に含まれる。この町は、フランクフルト・アム・マインとマインツとの間に位置する。デュッセルスハイムは、ヘッセン州に7つある、特別市の1つである。マイン川が、 ビースバーデンのマインツコスクでライン側に注ぐ河口からわずか数キロメートル上流のマイン側沿いに位置している。デュッセルスハイムは自動車メーカー、オペルの所在地として国際的に有名である。フランクフルト空港の南側部分はデュッセルスハイム市に属す。デュッセルスハイムは北はマイン側を挟んで対岸にホーホハイムアムマイン及びフレイルスハイムアムマイン北東は フランクフルトアムマイン、ラウンハイム及びケルスターバッハ、東はメルフェルデンバルドルフ、南はナウンハイム及びトレーブール、西はギンスハイムグスタフスブルク及びビショフスハイムと境を接している。デュッセルスハイムは西にマインツとビースバーデン、東にフランクフルトアムマイン、南東にダルムシタットとラインマイン地域の4つの大都市の中心に位置しており、大変に交通の便が良い場所にある。 これらの都市は、リュッセルスハイムからいずれも3 0トル以内に一致している。バウシュハイム区の木組建築本市は、中核市区のほか、以下の市区からなる。また、市外区としては、以下のものがある。アルトシュタット、ベルリナー・フィアテル、ブラウアー・ゼー・アイツー、ベルン・ジートルング、ジッカー・ブッシュ・アイツー、アイヒグルント、フリードリヒ・エーバート・ジートルング、ハーゼングルント、 ハスロッフノルト、ホルラフヘ、ラムゼー、リュープグルント、コロニー、イムバインファスブラウアーゼイアイアンド2ブラウアー、ゼー地区の拡張に伴い、南のケーニヒシテッテンクトハタ、あの、ビューロパークブラウアーゼイとの間の感激が詰まってきた。ここに1000人以上の新しい住民を誘致する。ブラウアーゼイツー2は2009年から建設されている。ブラウアーゼイ産業地区には、 大きな期待が寄せられている。ここはもっぱらオフィス及び非費型企業用に指定されており、約5000人から7000人分のハイテク分野の上質な職場が開設されると期待されている。ここには、現代自動車、キア自動車が開発センターを含めた形で立地しており、立地要件の緩和後には、運輸業者やラインマイン出版グループの印刷センターが設けられた。 バウシュハイム土地活用計画では南西部に位置するバウシュハイム区の北東部に新たな住宅地を整備することが盛り込まれている。ここには2015年までに約3000人から4000人分の住宅が建設される予定である。1980年代末に発見された新石器時代末期の出土品は約1万3000年前のリュッセルハイム付近に 石器時代の狩人がいたことを示している。マイン川沿いに整備されていたローマ街道でローマ時代の出土品が見つかった記録も文献上にはある。7世紀の墓地遺跡はフランク人の集落であるルッセルスハイムの存在と関連している。ルッセルスハイムは6世紀前半のフランク人邸重地を起源とする。この町の最初の記録であるロルシュの帝国土地大帳の 応領利用権調査にはルッセルスハイムと記録されている。この関係の変化は中世後期に移行する頃に訪れた。寄進や賃貸によって土地所有者の分散が起こったのである。13世紀後半以降のルッセルスハイムの歴史は土地所有者や統治権者の度重なる交代を特徴とする。ここで生活する農民にとって重要なことは 多くの統治権者が混在していたことで、その都度異なる領主に使えなければならなかった。貢献変遷の概略を以下に記す。カッツェネルン暴言博家は、ザイルフルト、ラウンハイムといった村の獲得や、トレーブールの代官の地位によりその地方を固めた。カッツェネルン暴言博が役所を置いたことで、リュッセルスハイムは15世紀に初めには、近隣の村に対して、特権的地位を得ていた。 1435年のリュッセルスハイムのワインコの記録は現存する最も古いリースリング種に関する記録である。1437年、ハクは皇帝ジギスムントからすでに前世紀から建設が始まっていたワイン川沿いの完成した城を与えられた。この貸し城の中でハクは他の権利をも授けられた。それは当時一般に スタートレインと呼ばれるものであった。こうして、都市創設の栄光の時はゆっくりと過ぎ去り、中世後期には、リュッセルスハイムは、多くの小都市と同じ運命をたどった。すなわち、農民の住民比率が増加し、固有の手工業は、ほとんど見られない状態となったのである。リュッセルスハイム要塞中世及び近世には、リュッセルスハイム要塞の歴史的な拡充はこの町に、とって、 重要な意味を持っていた。この要塞は、マイン川沿いの城から発展したもので、様々な意図を担っていた。マインツ大司教の領土拡張の野望やタウヌス地方の騎士の脅威を防ぎ、分断されていたカッツェネルン暴言伯の上部領土と下部領土とを結ぶ連絡路の安全を確保し、川と街道を支配することで、儲けの多い通行税収入を確実なものにすることである。 1399年、皇帝ベンツェルがこの城に対して抗議した。1437年の直令でこの城の再建が許可されたが、税関の設置は明確に禁止された。フィリップ一世博の死により、カッツェネルンボーゲン博家が断絶した後、1479年に、この城は、ヘッセン砲博が相続した。いくつかの文献では、 デュッセルスハイムの建設者として1492年頃のビルヘルム3世を挙げている。シュマルカルデン戦争のための軍備拡張の一環として、フィリップ・カンダイ博はこの城を法径の要塞に拡充した。シュマルカルデン戦争での敗北に伴い、デュッセルスハイム要塞は皇帝カール5世の命令によって1547年に取り壊されたが、1560年頃には早くも、 再建された。30年戦争でこの要塞は、軍事的には、難攻不落の城であったが、協定の取り決めに従って何度も、その所有者が変わった。プファルツ継承戦争が、この要塞の軍事施設としての性格を確固たるものとした。1688年にこの城は、フランス軍によって占領され、その1年後に撤収する際、最終的に爆破された。 その後、上司は様々な用途に利用されたが、1976年以降は、市の歴史博物館となっている。さらに私立文書館や郷土協会も城塞内にある。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたリュッセルスハイムヘッセン法白料に編入されたことで、リュッセルスハイムは不便な辺境に位置することとなり。 発展することはほとんどなくなった。今気を物語る典型的なエピソードは、1514年に最初の教区教会を建設する際、木材をフランクフル都市に懇願して、やっと建設できたことである。宗教改革では、デュッセルスハイムは、ヘッセン領であったためプロテスタント化された。16世紀末になると、経済的改善の兆しが見られるようになった。 1580年には学校が設けられた。しかし30年戦争が前向きの兆しの多くをぶち壊した。デュッセルスハイムは何度も襲撃され、1635年にはペスト化により住民の大半が命を奪われた。荒廃した経済状況のため、デュッセルスハイムを公益都市に改造するというヘッセンダルムシタットホーハクの計画は頓挫した。しかし、 デュッセルスハイムは、その後、ローカルな行政、商業の中心地の機能を保持するようになった。デュッセルスハイムはその歴史の中で、何度か、市場開催権を獲得している。その最初のものは、1437年の皇帝、ジギスムントに授与された都市権に付随するものであった。二度目の市場開催権は1686年に、 ヘッセン・ホーハク・リザベート・ドロテアから授けられたが、この権利は大いの混乱によって剥奪された。1756年にヘッセン・ダルムシュタット・ホーハク、ルート・ビヒ発生により市場開催権が改めて授けられた。ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテは、1793年のフランス軍によるマインツ包囲戦の際にリュッセルソハイム近くの船橋を渡ったことを書いている。 工業化初期の1785年にいわゆるハーゼンハール予想が最初の企業として創業を始めた。その後この地区に進出した企業の中に1861年に創設されたヤシガワ繊維マット工場があった。この会社はその後主的支援絨毯会社に発展し第二次世界大戦まで存続していた。大変に古くからあり。 オペルに次いで重要な企業が1819年に設立されたチコーリエンファブリークであった。この企業はこの会社はチコリの根から大用コーヒーを製造していた。この会社は1925年まで創業していた。しかし、こうした工業化初期の段階では果樹栽培、穀物栽培、酪農が依然優勢であった。文献には デュッセルスハイムでのワイン栽培についての記述もあるが、1790年、移行急速に衰退した。1790年に60モルゲンあった、ブドウ畑が、1825年には、わずか4モルゲンにまで減少した。1856年に、ライン高校保険会社との関係で、デュッセルスハイム校に関する記述が見られる。オペル社の歴史は、 1862年に古い牛舎にミシンの工場を創設したことに始まる。オペル社の急速な発展はこの町に様々な変化をもたらした。それ以前の主工業と農業の村は完全に地方工業都市に変貌し、20世紀には最終的には労働者の町になった。第一次世界大戦の戦中、戦後には貧困と苦難が住民を支配した。 ベルサイユ条約に従って、ラインラントとリュッセルスハイムを含む周辺地域がフランス軍に占領された。この環境下で分離独立主義の潮流が広がり、ライン共和国創設が懸念されることにつながっていった。インフレーションを克服し、その後自動車産業が流盛したことで、やっと住民の状況は改善された。1928年、 オペルでは9400人の従業員によって4万3000台の自動車が製造された。これはその4年間に比べ4倍の労働力であった。世界恐慌とバイマル共和制の崩壊はリュッセルスハイムにも暗い影を落とした。1933年の権力掌握後の国家、社会主義体制下ではリュッセルスハイムでも多くの犠牲者が出た。ナチス政権の敵対者は迫害され、 強制収容所に送置された。1937年に賃げ反対ストライキを行ったオペルの労働者300人が逮捕された。17世紀から存在していたユダヤ教団のメンバーの運命は特に痛ましいものであった。1933年にはルッセルスハイムに47人のユダヤ人が住んでいたが、1945年の 敗戦後には一臭婚で特権を与えられていた女性が一人、生き延びただけであった。それ以外の者は無慈悲に迫害され、追放され、自殺を強要されたり、収容所に送置されて殺害された。1944年8月、アメリカ空軍の戦争捕虜6人がリュッセルスハイムを通って移送される際、駅の東側で月光した住民に追い回され、殺害された。人は、 NSTP の地域指導者によって射殺され、二人は他の住民によって撲殺された。二人の捕虜は死んだふりをして林地を免れた。2004年、駅に近いグラーベン通りにこの犠牲者を追悼する記念碑が設けられた。アドルフ・ヒトラーと第二次世界大戦はこの町に再現のない苦痛をもたらした。 リュッセルスハイム出身の兵士1211人が死亡あるいは行方不明となった。連合国軍の空爆で428人が犠牲となった。この中にはオペル近くの収容所で亡くなった。戦争3120棟の建物のうち473棟が全壊し455棟が甚大な1042棟が中東土の、 1150棟が軽微な被害を受けた。戦後に住める状態にあった家屋は2000軒だけであった。町東オペルの工場に甚大な被害を受けたにもかかわらず、リュッセルスハイムの戦後復興は急速に進み、1978年に史上最高人口の6万3000人に達した。ピーク時12万に達する住民、非雇用者に対応するための大規模な社会資本整備が、 計画された。しかしオペルは奇跡的経済復興の時代と比べると経済状況がはるかに不利になったため雇用を約6万人削減した。1990年代初めに本市は一時的に経済的飛躍を遂げた。旧東ドイツとの合併によりオペルの自動車販売が大きく増加し、1993、1994年まで税収が増し、 多くの公共工事がなされた。例えば、屋内、屋外プール、アンデアラヒヒエは贅沢な体験型プールに改装され、市役所には新舟や本会議場が増築された。1990年代半ばに営業税が突然、記録的税収を示した後、再び急速に減少したことにより、市の財政は混乱した。その結果、負債が急速に増えた。 1970年代後期という早い時期に単一の産業構造に依存から脱却するためにイムハーゼングルントを産業用地指定した試みは成功したとは言えない。町の名前、表記は時代とともに以下のように変化した。ルッセルスハイム市長者1979年までルッセルスハイムの市長は市長であったがこの年に特別市となったことで市長は 上級市長と呼ばれることとなった。第二次世界大戦後の市長を歴記する。デュッセルスハイム市の市議会は45議席からなる。現在の市の紋章には青地に銀の両針のハーケンと二つの銀の星が描かれている。両針のハーケンは狼の罠とも表現されるが、こうした道具が狼を捕獲するのに実際に使われたかどうかは明らかでない。両針のハーケンは 針竿や壁をつないで固定するためのカスガイを想起させる。二つの星はカッツェネルンボーゲンハクの紋章に描かれているもので、かつてリュッセルスハイムがこの白領に属していたことを示している。ボドルムとの姉妹都市協定締結に向けた試みは挫折した。上記のうちの最初の三県、エブルー、ラグビー、バルカウスはリュッセルスハイムの大通りにその名が付けられている。 新興住宅地、ブラウアー Z2 のメインストリートは、2009年から、ケチケメートイコールアレイと名付けられた。リュッセルスハイム駅鉄道マイン鉄道に、リュッセルスハイム駅及びリュッセルスハイムオペルベルク駅の2つの駅がある。この路線を通る S バーン S8 号線及び S9 号線により、ビースバーデン、マインツ、ハーナウ、オフェンバッハアムマイン、フランクフルトアムマイン、 フランクフルト空港に接続している。S バーンは各方面に、それぞれ15分間隔で運行しており、始発列車は4時18分発の S8 号ハーナウ、中央駅行き、終電車は1時17分発の S8 号、フランクフルト中央駅行きである。フランクフルトアムマインからコブレンツ及びザールブルックン、駅の2つのレギオナルエクスプレスもリュッセルスハイム駅に停車する。 電報道 B43 号線がリュッセルスハイムを経由してマインツからフランクフルトに向かってマイン川南岸を走っている。1928年8月26日からマイン川対岸に位置するフレイルスハイムアムマイニエのオペル橋で渡れるようになった。この橋は1979年に取り壊され、やや上流側に4車線の路面を持ち、交差点のない新しい橋に架け替えられた。 この橋は南の連邦アウトバーン a 6 5号線から市内を通り北のマインタウンス群とを結ぶ連邦道 B519 号線の一部である。また連邦道 B486 号線がデュッセルスハイムから東のランゲン、ディーブルク方面に伸びている。アウトバーンの広域道路網についてはデュッセルスハイムの南をアウトバーン a 6 5号線が通っており、 リュッセルスハイム中央とリュッセルスハイム南の二つのインターチェンジがある。A60 号線はマインシュピッツジャンクションでマインツアウトバーン環状線から離れ、リュッセルスハイムジャンクションで連邦道 A67 号線と合流する。A67 号線はメインヒホーフジャンクションから本市の東に接してダルムシュタット方面に向かう道路で B486 号線に接続している。 マインシュピッツジャンクションあるいは B43 号線を経由してビースバーデンに向かう連邦アウトバーン A671 号線に接続する。B43 号線はさらに連邦アウトバーン A3 号線に接続しており、この道路を経由してケルン、フランクフルトアムマイン及びフランクフルト空港に向かうことができる。公共旅客交通リュッセルスハイムは ラインマイン交通連盟のサービス地域内に一致している。市内のバス交通は、シタットベルケ・リュッセルスハイムガになっている。この会社は9つのバス路線を運行しており、夜には2つの AST 路線を運営している。この他に、LNVG グロースイコールゲーラウの地方バスが運行している。このバスの委託会社は、レギオナルフェアケールクールヘッセン GMBH である。 自動車メーカーのオペルとフランクフルト都市圏内の交通の便が良い場所にあることが国際的に活動する企業が多く、ここに立地している要因である。特にリュッセルスハイム自動車産業クラスターはこの街の経済を特徴づけている。ここに対応しては解決できない構造的問題を改善するために市業政委員会は経済専門研究リュッセルスハイム2020を委嘱した。 ベルト・リュールプ教授とラインハルト・フィギアー教授の指導したヘッセン・アゲントゥール・ GMBH と共同で2020年までの市の経済発展に関する指針を策定した。この研究は2006年に提示され市の経済振興局の管理下に移された。しかし、その後4年を経過してもその成果は目に見える形で現れては来なかった。例えば、提言には ゴルフ場建設が盛り込まれていたが、行政レベルではこれを望まないというように、いくつかの施策は実行されないままである。市内中心街のバス交通、ガス、水道、電気の供給や街灯の整備は、スタッドベルケ・リュッセルスハイムが担当している。ダイバーシティ・リュッセルスハイムは、企業における家庭と仕事の両立や、機械均等を推進する、企業構造に対して、 ゾフィー賞を授与している。この賞の選考は、女性と家庭に優しい職場コンクールで、企業はコンセプトを明言し、互いに競い合う。リュッセルスハイム氏は2007年に第1回、ゾフィー賞を授与した。2012年にこのコンクールはその対象地域を拡大した。経済界リュッセルスハイムの経済界は、1888年に、 設立された、リュッセルスハイム産業協会、EV と2007年に創設されたウンターネーメン、リュッセルスハイム EV を、その代表とする。市の経済界は、ダルムシュタットラインマインネッカー商工会総会に6人の代表者を送っている。経済振興、リュッセルスハイム市は、経済振興に特に力を入れている。その経済振興に関する総合サービスと、 都市開発を受託しているビルトシャフトザービス、リュッセルスハイムは、リュッセルスハイムに存在する会社や、これからリュッセルスハイム日社を開設しようする会社に対して、多彩な支援や助言を提供している。しかし、実際の運用には、大きな混乱があった。総括的なコンセプトが存在しなかったため、ダルムシュタット大学やフランクフルト大学の経済学教授に、これを移植した。 2007年夏に著名なデベロッパーから大きな衝撃がもたらされた。いわゆるオペルキューアリアの商業開発計画が発表されたのである。市行政の首脳部や都市開発の専門家はこの開発プロジェクトを様々な問題を抱えた古い工業都市、デュッセルスハイムの未来を改善する大きな、そしておそらくは最後のチャンスであると見ている。 総合コンセプト立脚のもう一つの基盤として、この町は自動車産業クラスターライン、マインレッカーに加盟している。リュッセルスハイムのオペル本社の中央口、アダムオペル AG リュッセルスハイムは自動車メーカーオペルの町として知られている。創設者のアダムオペルは、機械工の土地として、修行を積み、何年もの変力修行を経て、最終的にリュッセルスハイムに戻った後、 1862年におじの家畜小屋でミシン製造を始めた。その知識はパリで有名なミシン製造者から学んだものであった。その後1886年からは彼の息子たちの発案で自転車も製造するようになった。いずれも優れた自転車競技の選手だった5人の息子たちによって自転車メーカーとしてオペルは高い評判を勝ち得た。一時期オペルは 世界最大の自転車メーカーであった。アダム・オペルは1895年に商用旅行で感染したチフスによって死亡し、会社は妻のゾフィーと息子たちに引き継がれた。1898年、最初の自動車が製造された。父親のアダム・オペルは自動車を悪臭を放つ醜悪な馬車だと嫌をしていた。1920年代にはすでに当時のアダム・オペル AG は、 ゼネラルモーターズに買収され、その所有下に置かれた。1970年代には、デュッセルスハイムは、オペルのおかげで裕福な街であった。1978年、本市で働く、社会保険支払い義務のある労働者5万人のうち4万2000人が、オペル関係者であった。市の営業税収入のほぼすべてがこの、自動車コンツェルンからのものであった。石油機器と、その後に、 GM がそれまで世界規模だったオペルの販売市場をヨーロッパに限定する決定をしたことで需要と生産は同時に縮小した。2009年経営状態悪化のためオペルの子会社を GM グループから分離して他の投資家に譲渡することが議論された。デュッセルスハイムの全職場3万5000人中オペルの職員は1万8500人となった。このうち 約7000人が国際技術開発センターに勤めていた。デュッセルスハイム住民の多くがこの自動車コンツェルンの外、特にフランクフルトアムマインで働くようになったのであった。オペルの営業収入は何年も前からその役割を現じていた。その結果、市は継続的に増え続ける債務による大きな問題に直面した。この他、オペルフォーラムで 約1500人が働いている。このセンターは2012年にオープンした広さ2万5000平方メートルの保護文化財に指定されている旧オペル工場内に作られた自動車関連商品を扱う大きなショッピングセンターである。その他の企業エレクトロニックデータシステムスアメリカの電子データ処理及びアウトソーシング会社 d s のドイツセンターはデュッセルスハイムにあり、 2008年3月にヒューレット・パッカードに買収された。2013年1月現在、ここには約1200人が働いている。ヒューレット・パッカードは、リュッセルスハイムの事業所を閉鎖する計画である。現代、キア韓国の自動車メーカー現代、キアのヨーロッパデザインセンターは2003年に建設され、2006、7年に大幅に拡張された。三菱自動車。 ドイチラント2011年4月から三菱自動車の輸入代理店がリュッセルスハイムに再びオープンした。この業者はハーゼングルント工業地区にあり約120人の従業員がいる。三菱自動車は1977年に現在の場所の近くに最初の自動車販売店を開設していた。リュッセルスハイムへの移転は三菱自動車にとって ドイツにおける社種の原点に戻るという意義がある。シボレード一ンとシボレーのドイツ輸入業者は2007年7月からリュッセルスハイムのハーゼングルント工業地区に本社を置いている。この業者がブレーメンからリュッセルスハイムに移転したことはオペルを介した GM グループの市場戦略に対する協力関係強化の意味がある。日刊紙が西ある。 デュッセルスハイマーエコーとマインシュピッツェである。両紙は何年も前からそれぞれよその大手新聞社の所有となっており、デュッセルスハイムには小さな地方局を有するだけである。ここでは、デュッセルスハイムやその周辺のローカル記事を作成して、一般記事に埋め込む作業が行われており、したがって、ローカル面以外は、各新聞社の素新聞と全く同じものである。 デュッセルスハイマーエコーは南ヘッセンメディアハウスグループ、マインシュピッツェはラインマイン出版グループに属している。2009年にこれらの出版社の共同印刷センターが新しく建設開始された。印刷センターはブラウアー税産業パークに作られている。この他に週に一度、二つの広告誌、デュッセルスハイマーボーヒエンブラッドとスーウが刊行される。 さらにステファン・ヨプストによる月刊風刺雑誌 M55 や 90.9MHz で市内向けに放送されているコミュニケーションラジオ放送ラジオリュッセルスハイムがある GPR 健康養護センターリュッセルスハイムは2004年1月1日に設立された総括的な高度医療の提供を目的とする公益有限会社である最も重要な事業分野は GPR クリニック部である。このかつての私立病院は、ヨハネス・グルテンベルク大学マインツの研究病院であり、547床の病室を有している。2010年には約2万5千100人の入院患者があった。2012年から C 病棟の建設が始まり、160床増える予定である。また、手術部門の拡張、新設も、 可能になる。さらに拡張工事により、救急患者の受け入れも増強される。この病院は12の診療科、2つの研究所、1つの薬局、手術の診察、処置室からなる。デュッセルスハイム消防団には、約300人の出動団員がおり、いくつかの分断に分かれている。すなわち、デュッセルスハイムイコールしタット、デュッセルスハイム系に必死撤点 デュッセルスハイムハスロッホ、デュッセルスハイムバウシュハイムである。デュッセルスハイム消防団の所轄地域は、地域内のほか、連邦アウトバーン、マイン川連邦水路、ドイツ鉄道 AG の施設であり、要請があれば、オペルの工場火災やフランクフルト空港にも出動する。託児所、デュッセルスハイム市は、子供の託児施設を運営している。最も小さな子供については、 20カ所の施設がある。利用者は午前中のみ午前中で昼食付き全日の中から選択することができる。宗教団体や独立した宅児施設も6カ所存在している。養護施設子供だけでなく身体障害者や精神的問題を有する成人のために SPV により広範囲な実践的生活トレーニングが行われている。これには 余暇の単純な話相手になることから、家庭生活のコツに関する講座まで様々に及ぶ。リュッセルスハイム、シュール通りの基礎家庭学校学校子供の教育のために、リュッセルスハイムには様々な教育形態の学校がある。軍立ベルナーハイゼンベルクシューは、職業教育、職業継続教育、職業専門教育、職業ギムナジウムの家庭を一つに統合した。 携帯の学校である。リュッセルスハイム市では、ヘッセン州と学校運営者であるグロースイコールウーラー軍及びケルスター市と共同でパイロットスタディー、シューレ・ゲマインザム・フェア・ベッセルンを実施している。2002年に開催されたこのプロジェクトの目的は、学校指導の質の向上と学校の責任強化にある。この他リュッセルスハイムでは2001年からメディア主導の シューレ2クンフトや学校と学外協力パートナーと連結したプロジェクト F ヌンクフォンシューレが実施されている。ラインマイン短歌大学リュッセルスハイムキャンパスラインマイン短歌大学ラインマイン短歌大学は3つのキャンパスのうち1つをリュッセルスハイムに有している。ここにはラインマイン短歌大学工学分野の主にエンジニア関連専攻課程がある。 2010年11月現在、合計約3000人が学んでいる。学問分野は以下の通りである。デュッセルスハイム市立劇場1980年に、当時の上級市長シュトールスベルクは、1435年にリースリング種が初めて記述されたことを記念してフランクフルター通りに記念武道園を作り、ジュートリヒデアブルク武道園にラインガウの ワイン製造者連盟によって植樹がなされた。デュッセルスハイマー・ビンツァーフロインでのメンバーであるワイン製造業者が現在もここでデュッセルスハイマー・リースリングを栽培している。この資料は20年間文書館で翻訳、整理の業務に携わっていた州立ウィースバーデン文書館のカール・イーデマントの6000を超える膨大なコレクションの一つであるカッツネルン・ボーゲン博の資料一覧から発見された。 デュッセルスハイム私立劇場は865席の大ホールを有している。この劇場のプログラムは演劇、コンサート、オペラ、オペレッタ、ミュージカル、バレエ、ダンスなどがある。劇場固有のアンサンブルを持たない純粋な客演用、劇場である。建築場は2つの楕円で構成され、上部1、3が切り取られた構造である。この劇場は、 街の姿に大きな影響を与える特徴的な建物である。私立劇場の近くにリュッセルスハイム市立図書館がある。ここにはリュッセルスハイムや近隣市町村の住民が余暇を過ごすのに十分な蔵書がある。CD などのメディアもレーザー用利用券があれば借りることができる。リュッセルスハイム市と工業の博物館は技術士、工業士、 社会史を初めて結びつけた展示コンセプトにより、1979年に欧州評議会からモデル博物館として博物館賞を授与され、ヨーロッパで最も重要で最も影響を与えた博物館の一つであると評価された。デュッセルスハイム城災内の展示室は、戦士時代から現代に至るまでの労働技術や労働環境の発展について情報を発信している。 もう一つの文化イベント会場が、リュッセルスハイム文化センター、ダズリントである。ここではパーティーが開催される、レストランスペースの他に、リュッセルスハイムジャズ工房の一環として開催される、有名なジャズカフェシリーズといった、コンサートイベントも開催される。オペルビレン、マイン川淵の企業を創業者の邸宅だった、オペルビレンは修復され、保護建造物と、 近代建築とがうまく組み合わされた例である。この建物群は展示場やイベント会場となっている。現在ここにはオペル・ビレン財団が入居している。この財団の明瞭な目的は現代芸術の表出で、ここでの展示イベントの中心をなしている。財団代表で事務長を務めるのはフランクフルトの美術史家ベアーテ・ケムフェルト博士である。彼女の指導下で、 オペルビレンはこの地域で結出した展示会場に発展した。オペルビレンはリュッセルスハイムの市民団体にも支援されている。愛好会の会員数は160人を超える。市当局は1986年から2年ごとにリュッセルスハイム市文化賞を授与している。この賞は主に郷土文化の保存、文学、音楽、造形芸術の分野における 優れた業績や重要な文化主導的活動の審査員からの提言に基づき授与される。このほか、若い芸術家には、奨学金の形で、奨励賞が与えられる。RRK のボートハウススポーツクラブ文化、サークルレジャーアダムオペルこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。